皆さんこんにちは、なみです。本日は生野高原カントリークラブの五類町の近くにある巣ごもりリゾート生野高原というところに来ております。グランピング施設があるので、まあ、そちらに今日は泊まりたいと思います。はーい、なみちゃん。こちらはトヨタカローラ姫路店の方が出資して作ってくださった、まだ誰も泊まってない、どうも本日は私とリサが泊まらせていただくということで、贅沢すぎて申し訳ないぐらいですね。ほんまに。はい、お邪魔いたします。涼しい。すごい、全体が透けて窓ガラスになってます。からはミラーの状態ですね。こっちはテレビの空間があって、ソファー椅子があって、リサがいます。こんな感じです。中はおしゃれってやつですね。すごい中にもこだわられてて、他にもね、まあ、こう4人部屋だと思うんですけど、8人部屋だったり12人部屋だったり、いろんな施設があるんで、そこも後ほどご紹介したいと思います。お風呂場も見たいです。びっくりした、すごすぎ。こんなおしゃれだったの。洗面台いらん。ということで、こんな感じで今日は私とリサに泊まっていきたいと思います。はい、この後、まあ、レストラン紹介させていただいたりとか、多分このドームを作ってくださった方とかにお話聞けたりすると思うんで、じゃあレストランまで来てます。玄関からおしゃれ。玄関って4か。あ、こういうことですか。こっちが501で、502。今日ご案内してくださるのは、隠れました。どうも、おしべさんです。よろしくお願いします。はぁ、これだ。こちらが噂のツリーコティです。ちょっと突入したいと思います。なんかブランコある。ツリーコティに、うわぁ、ジャグジー、ベッド、お風呂、いきなりお風呂、おしゃれー。バーベキューですね。これが噂の。しかもどうですか。すっごい可愛いですね。なんか、うん、異空間じゃない？確かに。すごい。秘密基地みたい。こうツリーにね、混ざっとう感じが。ほら、木がこうやって、コティの。こういう感じですね。ああ、木。そういうことですね。ツリーコティに見て、ボルト入っと。これが支えてるってこと。すごーい。すごい。やります？はい、どうぞ。はい、お邪魔します。ここからね、元気。ここでね、寝てね、テレビ見たりして、くつろいで。今日私たちがね、泊まってたってもらうのは、また別のとこなんですけど。家の中に木ある。そういうことよね。さ、自然にさ、なんかもう。柱みたいな。柱思ってたけど。最高。最高。じゃあ他のね、お家も見せてもらおう。こちらは、ドームコッチ。あれ、こんなセンターの方。お邪魔します。すごい空間じゃないですか。周りも山ですよ。この横はちゃんとカーテンあって、そうやね、この周りから見えへんようになってて、外もシャワーこいでた。ただね、今日泊まるんですから、私たち。ほんまに嬉しいね。楽しみ。ここもバーベキューですね。こっちに行ったら、ちょっとさっきよりも大きめのドームがございます。奥に見えてたのは、同じ作りのやつだね。そうですね。
のベッドがダブルベッドになっているので、カップルの方はぜひ501に来てください。カップルは501、カップルは501、友達は501、友達は501、はい、覚えます。ここはバーベキュー空間、バーベキューしたい、したいね、口元を言うので、ワイワイね、ワイワイ、はい、行きましょう。向こう側からも入る。うわ、そういうことか。うん、ここですね、玄関は。うわすごい、広い、広い、広い、なんかスーパーの方が足熱っ。アンチ、ここめっちゃ熱い、ここスリッパ履いてください。どうやって、めっちゃ熱い、靴下履いてへんから、どうか流され、流されへんか。ここでみんなでね、こここそもう女子会最高って感じですね。みんなでわーわー飲みながら、食べながら、うん、騒ぎながら、全然聞こえないですからね、どんだけ騒いでも、うん、誰も人参おらんし、リサが笑って、あ、ほんまやって、そうでしょ、ここまでは熱くない、ね、みんなでザーって、こっちからもそう、ちょっとベッドも取っていただいて、はい、熱いからほんや、上は開いてます、開いてね、ロマンチックね、最高の方、最高、ちょっと私たちのね、別荘も楽しみなんで、私たちの別荘、私たちが今日泊まらせていただくね。はい、あ、こっちはお風呂になってる、シャワーですね、シャワー、シャワーもできるし、またちょっとテラスで、テラスで、テラスで、外でコーヒー飲めます、ねえ、いや本当に、なんかこのために仕事頑張ろうってなりますよ、最高よ、絶対みんな来たくなりますよね。わー、また全然違う、しかも中入ってみたら分かるけど、めっちゃ広いな、家、うん、まあ、ほんまに別荘やな、これは確かに、ここはベッドルームですね、めっちゃベッドある、8人寝るもん、8人寝るし、下にも布団あったし、そうやね、そうやな、めっちゃ綺麗、おしゃれすぎ、おしゃれすぎます、相当建物もこだわってますよね、すごいんやけど、ドームコーティー50、これ踊ってたところだ、びっくりしたね、すごい、踊れます、踊っちゃう、踊れへんけど、これ超見える、すごい、すごい、見える、すごい、見える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 、山、おしゃれってか、なに、感動、ここ何、良すぎひん、うわー、もうこれはすごすぎる、なんてこった、これは何でしょうか、ゴルフから帰ってきてゴルフ場見える、ねえ、しかもさ、見下ろすねえ、ねえ、なります。はい、すごい、ほんまや、ミラーやったんや、人おるんかと思った、これもね、これからオープンするとこですね、はい、おしゃれ、おしゃれすぎ、なにこれ、いい感じな曲が、あ、こんにちは。こんにちは。
ここから面白いな。わー、お花がいっぱい。広角にこんな感じですね。どういうシャレ？ラビール。私はワインと水だけでブロデュースです。あとでね、あのこちらを作った建築家さんとか、はい、こちらの支配人の方、副支配人の方、はい、皆さんご紹介したいと思います。はい、いろいろ聞いていきたいですね。すごい人なんで。ねえ。ちょっとちょいちょいさ、映りづらかもしれないけど。はい。では、あの、アンバサダー就任を。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。どうでした？コースまだインしか持ってないですけど、はい、結構持ってって、もうグリーンとかめっちゃ綺麗ですよね。なんかナビ導入されるって聞いたので、ナビ導入、ナビ。ポケットにですって今日、はい。ね、どうやろ？いやほんまや、ほんまにするの。え、ね、ナビ導入。いや、ナビ導入。ナビ導入。ナビはナビ。ナビ導入。ナビ。それもほんまに、ほんまにほんまに。ペタついた。10月。いや、今、ハッシュが出ても10月や。ナビ導入、ナミ導入記念コンペしようか、いう話です。めっちゃコンペ言ってくれて。うまいやろ。勝手にコンペ入れんの。俺はもう結構勝手に入れないだろ。あ、ほんとに。そんな勝手に入れない。被害者。でも、あの、インタビューの時見させていただいたやつも、ちょっと、推しが、みたいな感じで話してるんです。やり手の営業もやるんだ。そもそも、ね、目前までどうしなかったのに、はい、ここで作り合いに行ったから、はい、めっちゃ来てくださいって言ったら、俺せえへんかなって思うめっちゃ、めっちゃせえへんのに、はい、もう言うねん。いやでもそんな言うてなほど言うてないっすよ。いやいや、言うてくるたんびに、どうですかこれ営業かわいいけど、もう無理やり連れてこられる。でも、その始めた1年は、来場回数第2位。社長に次ぐ第2位。ここしか来てない。ここしか知らんね。相当難しいですよね。これが、生ハムサラダです、ね。これが、うん、あの、ちっちゃいのがお二人用なんで。はい、どうなるんですか？え、ここから、そこウェディング。はい。ウェディング？ウェディング。ここに。あっちに教会。はい。ここに教会作るんですか？たぶん。あ、またね。今のところはあそこがウェディング。へぇ、めっちゃいいです、ね。蕎麦屋と、蕎麦屋。ジンギスカンと、パン屋と、あとこんだけ。楽しみですね。多分、関西で、はい。特にペソ持ってるんですかって言われるぐらい、有名なんですね。欲しいなぁ。絵ができる。なぁ。所有者になりたかった。ローンで。しゃあないなぁ。しゃあないな。誰が一番良かったですか？今日は全ての建物を見ていただきました。はい。今日全部見させていただいたんですけど。うん、でもやっぱり、あそこやんな。スーパーの、あれ。それ。スイート。スイートの、スイートですよね。の左の家が一番いい。ゴルフ場が、はい。上からの。すごかった。505やっぱりゴルフゴルフ場を見寄せるっていうのが一番14、15、16、17、ね、グリーンまで見えましたよ。それも最高やし、もう10番、あ、見えましたね。14番やったよ。リサはいつもどこやったの？どこやったやろ。全部良かったな。なんか全部ちゃうもん、ね、どこなんですか？そういうことです。全部違うから、はい、今聞いてみよう。あ、確かに何回も来たいっていう。何回も来たい。違うパターンで。うん、合宿やったら、あの、大きい。あ、そうそう、入り口入ってやる、うん。こうなっとるキーのところ。あー。8人泊まれるみたいな。で、あっちは畳の部屋で寝る。畳ね、先に行った。畳好きなの？畳好きな。通報してるのかっこよかった。あと、ショップ？はい。
T シャツとか、はい、流行るようなナミゴールでしょ。あれはないの。ウェアをコラボで作ったりしてます。ウロカフカフカ、ウロカそれはでも売らなあかんじゃん。それは話しとんや。作って言うとんや。しとんや。早い早い話。初対面で。ほんまですね。それはちょっと確認しますよ。はい、あのブランド名を2つ3つ並べていく方言で並べることが可能なのかどうなのか。そう全然いいから。方言で言ったら、いや、波ゴルフのブランドをそこで売らしてっていう。なんか私は今までこう結構ゴルフ場の方だと、はい、買わせていただいたんですけど、本当に新しい、どこにおる新しい発想だったりとか、今まで聞いたことないような貸し別荘をグランピングするとか、なんかそういうのを聞いたことなかったので、今回、オーナーの庄司さんと支配人の田中さんにっていう話を聞きたいなと思って、めっちゃ、いいですか、YouTube で登場しちゃって、大丈夫ですか。私は全然大丈夫です。全然大丈夫です。聞かせていただいても。なんか、そもそも、そのこれ去年、1年前から、こちらで、あの、活動をグランピングとしてやるってなったんですけど、それはどういうきっかけで、始まったんですか？これから。はい。お願いします。もともとは、はい、まあ、副支配のおしべ君が、はい、自分の工芸でしょ。まあ、営業応援ということで来てくれて、その時に、まあ、声をかけたのが庄司さん、福永さん。で、ゴルフに来てくださいね、っていう声かけた時に、まあ、この辺の、福祉の人に来てくださって、はい、で、その別荘地が老朽化してるっていう話をした時に、はい、じゃあ、購入してリフォームしてみようかっていう感じで、まあ、庄司さんもやられます。でそこから、まあ、一軒を改装して、まあ自分たちが使ってた、最初は使ってたんですけどね、まあこの高原、この高原の良さ、いろいろ見つかってきて、そこから一気に、庄司さん、福永さんが盛り上げてくれた感じ。庄司さんが、自分でオーナーになって、庄司さんがこれデザインして作ったんですね。そこは騙されて、騙されてこのゴルフ場に連れてこられて、ゴルフしないように、メンバーになったね。ネタにメンバーさせられて、ネタにしてますよ、ネタに。で、なんか、ちょっと面白いとこありますって連れて行かれて、で、ベストを買わされて、いや、買えちゃったんですね。だけど、おかしい、おかしい。地域の活性化しようなんて全くその時は思ってなかったし、この別荘がなんかちょっとイノベーションするから深いものになるかなと思ったから買ったらしいんだけど、なんかそういう話になってきて、活性化で僕はやりますみたいなのが全く思ってなかった。もともとは騙されたから始まる。始まりは騙された。騙しちゃった。もうしっかり。おしべさんが騙された。おしべさんが騙された。そう。そっちまで。騙した。騙した。おしのおしべ。おしのおしべ。ちょっとそれは感じてましたね。押されぬ前に私はアンバサダーありますって言ってたんですけど。押す前やったら、結局何のアンバサダー？いや、ゴルフ場の。いつもこう、巣ごもりじゃん。やっぱりこれからもどんどん変わっていくってことですよね。ここまでが、一つ一つの宿泊の宿泊をデザインして、みんなが集まる場所ができていったら、そんな、運営になっていく。それをもうちょっとだけやりたいな。もうちょっとだけやりたい。あと1年ぐらいかけて、はい、分かれへん。考えてることを、まあ、上にしたいなとか、もうワンランク上げたいなっていう。関西一のリゾートしたいなっていう。はい、には僕ら言ってるんだけど。はい。応援します。応援なんか。あんまそうだ。あ、そうですね。それ頑張れる、こう、お手伝いできることがあれば。もう自由だね。そうだね。じゃあ、お願いします。でも OK 言うの。
だってあの僕な予約とかコースやんか、そんなら予約のコース問い合わせのとこで、なんとかチャンネル見たんで 10% 割引でいけますかって見て、何の話やろなんで、まあ、なんとかチャンネル書いてあるから検索したら、でそのチャンネル見たらこの人が、このチャンネル見たら 10% オフで、あ、大丈夫ですえ、でも何ぐらいやってな、波ゴルフ見たで言われたらめっちゃ来るやんね勝手に割引するから やってほしい、ね、10% はさすがにあるかもしれないけど、それでも平日言うたってワンドリンクぐらいで、そんなねえよ、そんなねえ、ワンドリンクなんかそんなのあかん、じゃあ何ですか、もっとなんかつけなあかんね、ランチ、ランチ、ランチですかちょっとこの人たちすごいです、皆さんあの、うまからラーメン今からラーメン絶対美味しいから、この麺、いや、食べました、はい、美味しかったです、つけ麺は何だ、食べました、はい、美味しかったです、つけ麺と今からラーメン両方食べました、波ゴルフ見た方は、期間限定で、ね、ランチ付き、ランチタダにしてくれる、そうやな、オッケーオッケ ー, ッケーありがとうございます、え、期間いつですか、いつまで、今年いっぱい、今年いっぱいやばい、やばい、オッケー、まあ、10月いっぱい、2ヶ月ぐらい、2ヶ月それでも社長怒るで、なんで今分からへんから、ね、見たら見たら見たら、その時は花坂おしべに電話してこい支配人、副支配人、はい、じゃ詳しくは概要欄に載ってるんで、はい、皆さん見てください、すごいことですよ、ワンドリンクって言ったら昼食やでいやそれメニューちょっと限定、そこ限定ラーメン、メニュー限定、マカラーメン、マカラーメン、マカラーメン、ぜひ食べてほしいね、はい、マカラーメンと、ここも、いやちょっとさっきのコメント取らなかった、もう一回行くよ、はい、菅森さんから何かクリスマスプレゼントしようか聞きました、クリスマス行く、やばい、でもね、あの8月はもういっぱいなんですよ、え、そうだ、人気ですからね、だから2月、10月の予約で平日、平日限定で9月、10月あたりでプレゼント、え、どなして抽選したいの、抽選できる、抽選できます、はい、なんで、あの概要欄に何組、何組、何組でもいいじゃん、いや一応預かっとうからね、僕さ、あ、じゃあ何組いいですか、3組もくれた、来ました、ありがとうございます、待ってた、じゃあちょっと最低限の説明しといてよ、はい、あのね、一応最低限、5500円の、はい、清掃料と、はい、一人当たり1650円の、クリーニング代がいるんですけど、はい、それ以外は、本来は10万円クラスなんで。10万円が、まあ、10万円言い過ぎやけど、まあまあ、一番お気に入りの 505S とか、はい。ちょっと待ってください。私が泊まりたい。じゃ平日限定で。あとで3組限定で平日の9月10月、はい、抽選で応募欄概要欄に貼ってるんで、ぜひ皆さん応募してください、こんないい話もちょっと波ゴルフも頑張ります、頑張ろう、はい、アンバサダーとして協力できるように頑張ります、ありがとう、もう飲むわもうええやろ、もうええやろ、仕事した、仕事した、何もしないねんけど、ワンドリンクからだいぶ変わりましたね、本当にありがとうございますということで、さっきレストランの方で一緒にご飯させていただいたんですけれども、本当に美味しいご飯、もうこれはもう絶対間違いないし、めっちゃ美味しいね、もうね、支配人からオーナーから、はい、副支配人、はい、吉部さんから、うん、もうみんなこう新しい考えでゴルフ場を盛り上げてくれてるっていうのが、もうほんまに一緒にね、あの後もいっぱい喋らせていただいたんですけど、すごい思って、もう波ゴルフに対しても協力的だったり、うん、私たちもやっぱりこう一緒にいい関係でほんまにこう盛り上げていけたらなって、なかなか思えることないぐらい、やっぱこう地元やからこそこう今いいなって思えて、一緒に何かしたいなっていうような感じになってるんで、皆さんもね、ぜひね、ラウンドを来ていただきたいですし、本当に話の流れもうノリみたいな、みんなノリみたいな感じで、なんか私たちはまあ波ゴルフ見た
よっていうので、そのワンドリンク制どうですかっていうような、ちょっとあのこれでも突っ込んだかなぐらいな感じやったのに、うん、いやそんなあかんよ、レストラン無料にしようよみたいな感じで、一番おすすめの旨辛ラーメンとつけ麺、私はラーメン好きからどっちもたまたま食べてたやつ、食べてた1回目2回目で2回目してます、そうどっちも美味しかったの知っとうから、あれなんですけど、それをあのタダで食べさせてあげるよって言ってくれてるんで、まあぜひあのゴルフね、まあ兵庫県の人とかもしね、まあ、来ていただけるのであれば、波ゴルフ見たよって言ってくれればタダで食べさせていただけるんで、ぜひ皆さんも来てください。あ、巣ごもり、そうや、3名様宿泊も抽選で、3名様、こんないいところに、いやほんまにマジで、だって一泊、いや私が泊まりたい、ほんまにマジでびっくりしましたね、一泊8万円するところを6000円ぐらい、あ、そうですね、なんかあの清掃料とか、あ、そうそういうので8万円がまあ6000円で、まあ、最低限のね、それ清掃料だけ払っていただければどうぞって言ってくださってるんで、あの概要欄に応募方法書いてるんで、そこから応募していただければ3名様当たります。はい、こんないいことないですよ、ほんまにすごすぎ、このポンポンポンって話が決まって、そう、もうすごすぎて、なんか大人のやっぱあのあんな偉い方々で話早って思って、うん、びっくりしたな、めちゃくちゃすごかったです。大丈夫、ね、いけるみたいな感じで、まあ本当によくしていただいてるんで、もうぜひ皆さん応募してください。で、あとさっきね、レストラン食べさせていただいたところなんだけど、高原カントリークラブのすぐ近くにあるレストランで、そこで、3名様限定でデザートゴルフ終わった後に来ていただければ食べれるっていうことなんで、そちらも応募フォーム貼ってるんで、ぜひ皆さん応募してください。敷地内なんで、そうですね、すぐそこ、はい、感じでラウンド行った後にここに泊まるのもええし、うん、デザート食べるためにとか、まあね、ラーメンも、本当に料理もめっちゃ美味しいから、確かに、なんかここまで褒めすぎると、いやほんまに美味しいね、そうほんまに美味しいね、だってラーメンもラーメン屋さんやなみたいな感じで言ってはったぐらい、うん、確かにほんまに美味しい、ね、あの私が美味しくないところは美味しいって言ったことないんで、うん、そこはもうほんま信頼してもらえば嬉しいんですけど、うん、まあぜひ、まあ、行ってみたら分かることなんで、興味あるなってね、そうよ、まあ、興味持ってくださった方は、まあ、ぜひ来ていただければ嬉しいです。うちらも本当に頑張って生野高原さんといろんな楽しい企画を皆さんに届けれたりとか、うん、興味ある方は来てみてください。そんな感じで終わりますかね。はい、うん、ちょっと私たちも酔っ払っちゃったんでね、はい、そろそろ終わりたいと思います。はい、じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、こういう動画はね、あのなかなか撮らないんで、うん、見てくれてありがとう酔っ払いかうわありがとうございます。じゃあチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。